放送席、そしてバンテリンの裏面にお越しいただきましたドローンのファンの皆さん、お待たせいたしました。リードインタビューです。まずは鈴木博士投手です。おめでとうございます。3年ぶりの白星、いかがですか？そうですね、嬉しいです。はい、今シーズンはホーム回復のシーズンとなりました。どういう決意でしたか？去年の夏の途中からホームを変えて、すごい自分の中でも覚悟を決めてここまでやってきて、こうやってしっかり成績がついてきたことは本当に嬉しいと思います。そして今日はどちらに転ぶかわからない場面での登板ということになりました。どんな気持ちでした？昨日引き分けで、今日の勝ちっていうのはすごい大事なものだと思っていたので、その中でしっかり自分の仕事ができて、次のピッチャーにバトンを渡したことは良かったなと思います。6回ランナー二塁に行ったときはどうだったですか？そうですね、今までだったら焦ってしまうところだったり、力んでしまうところがあったんですけど、比較的落ち着いて自分の投球ができたので良かったです。今日のピッチング、自信だったんじゃないですか？そうですね、これをきっかけにどんどん積み重ねてきたらいいなと思います。はい、さあそして見事な勝ち越しタイムリーヒット、根尾昂選手です。おめでとうございます。まずこのバンテリンの浦和屋で初ヒットを打った今の気持ち、聞かせてください。そうですね、自分の登場曲がかかった時にファンの皆さんの大きな声援をずっと感じながらプレーをしていて、なかなか打ててなかったので、非常に早く1本打ちたいなと思ってて、いいところで1本出てよかったです。どういう気持ちだったんですか？自分の前でピッチャーも変わりましたし、1球目から積極的に行こうと思ってました。その通りいきましたね。そうですね。もう自分の気持ちがそのままバットに乗り移った感じでした。はい。はい。そして初打点。気分はどうですか？やっぱりチャンスで回ってくることも多いですし、状況に応じてバントすることもありますし、今日はタイムリーっていう結果だったので、次またチャンスで回ってきたときに、状況に応じて進塁打をまた打っていけるようにやっていきたいと思います。そして、できればホームランも打ちたいですね。そうですね、はい。根尾さんの活躍する姿、ファンは望んでますよ。そうですね、やっぱり一本でも多く、毎試合したいと思ってますし、ファンの皆様が、こうして応援してくださっているおかげで、出てるわけなんで、喜んでもらえるように、いっぱい打ちたいと思います。はい、それでは鈴木投手に締めてもらいましょうか。明日への決意、お願いいたします。はい、今日もまたいだんですけど、明日もしっかり投げれる準備して、最高の準備をしたいなと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。今日のヒーローは鈴木投手、そして根尾昂選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。なかったよね。